クリスチャン・フリードリヒ・ザムエール・ハーネマンは、ドイツの医師、翻訳家、著作家。ホメオパシーと呼ばれる、医療体系を作った人物として知られる。ザムエール・ハーネマンは、ドイツ南東の町前線で、父クリスチャン・ゴットフリート・ハーネマンと、母ヨハンナ・クリスチャン・ハーネマンの次男として1755年4月10日、誕生したとされる。 ハーネマン自身も生涯を通じて10日に誕生日を祝ったが、教会の記録は4月11日とあるため、正確な日付は未だ疑問視されている。マイセンは陶磁器で名高く、ハーネマンの父親は陶磁器工場の絵師として働いていた。ハーネマンはマイセンのサンクトアフラギムナジウムに通い1775年に卒業した。 その後1775年ドイツのライプチヒ大学で医学を専攻した。ハーネマンはそこでの教育に満足できず、1776年にライプチヒを離れ、オーストリアのウィーンに移り、実践的な医学を学んだ。1779年の春、再びドイツへ戻り、同年8月10日、バイエルン州のエアランゲンにあるフリードリヒアレクサンダー大学より、 医学博士号を授与された。ハーネマンは24歳の時、ザクセンアンハルト州にあるヘッドシテットという同校山の小さな村で医師として働き始めた。ヘッドシテットは、ハーネマンの父親と祖父の誕生地だった。その町はハーネマンには小さすぎたため、9ヶ月後にはデッサオに移った。医療の傍らに科学にも意欲的に取り組んでいたが、その活動を通して、 薬剤師の娘、17歳のヨハンナ・レオポルディーネ、ヘンリエテと知り合うことになる。ハーネマンは彼女と恋に落ち、1782年11月17日二人は結婚した。ハーネマンは当時ヨーロッパで行われていた治療法に疑問を持っていた。中でも主要な治療法だと考えられていた射血に対しては、 鉄造され仮説された物質的な病的原因を取り除こうと努めそれを治療だと勘違いしているのだと厳しく指摘している。1796年にドイツの医学雑誌で最初のホメオパシーに関する論文を発表。1807年に発表した論文で初めてホメオパシーという用語を使用した。1835年、ハーネマンは5歳、メラニー。 メラニーディ・ヘルバリーとパリに移住した。1843年7月2日、パリでエミンにつき、ペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。ハーネマンには、数多くの著作があるが、以下のものは日本語に翻訳されている。ありがとうございます。